ポリカオス・ドビウムは、淡水性のアメーボゾアの一種。原生生物としては大型で、他のアメーボゾアと同様に、加速と呼ばれる一時的な突起物によって動く。基地の生物の中で最大のゲノムを持っていると、報じられている。かつては、アメーバ属に含まれていたが、被災者は後に、ポリカオス属を新設してその模式種とした。アメーバ属と異なる点として、 加速に縦の隆気を書くことが挙げられる。少数の特徴がポリカオスルビウムを他のポリカオス属から分けている。細胞室内を漂う結晶は平たい角水、平板状や小板の集合体等の形をとる。細胞核は楕円体で膜に下流が付着しており、エンドソームを持たない。 細胞は通常オーターシで細胞質の内室と外室は透明である。早く移動する際には単足になるが通常は平均して12の加速を出す。基地の生物で最大の6700億円基体の DNA からなるゲノムを持つ。これは人ゲノムの200倍以上であるがこの測定値は現代的な手法によって算出されたものではないため、 注意して扱う必要がある。淡水に生息し、藻類等を食べる。北、アメリカや北ヨーロッパで採集されている。ありがとうございます。